北上鉄道フラワ2000系機動車は1999年から製造された北上鉄道の鉄道車両である。1985年4月の北上鉄道開業にあたって製造された二軸式 LE カーフラワ1985系の老朽化に伴う代替車として1999年から富士重工業で製造された 車体長18メートル級の LEDC である。形式のフラワーは沿線の火災市にある兵庫県立フラワーセンターに2000は営業運転開始の西暦2000年にそれぞれ由来する。同時期に製造された三木鉄道三木300型とは基本構造、性能がほぼ同一である。2000年に一両が運用を開始し、2001年に一両が 新製造日され、2008年には、三木鉄道から路線廃止によって不要となった、三木300から104を譲り受けて、フラワ2000から3年、2009年4月より使用を開始した。車体は、長さ18メートル級の、両運転台式普通構成で、車両両端に、片側2カ所の、片開き、式引き戸を設置し、扉間には、 上段固定下段上昇窓が6箇所に設けられている。全面形状は左右にパノラミックウィンドウ、中央に貫通扉を持ち、両側全面倉下に全消灯と尾灯を、左上部にワンマン表示を、右上部に方向膜を設置した。なお、方向膜はフラワー2000から1のみ、青方条町と登場時のままになっており、フラワー2000から2、 3は2009年度の取り替えにより、北条町青になっている。図書区は、フラワー2000から1が、火災種の種芸サルビアをテーマに、ピンクの車体で、扉が黄色。フラワー2000から2が、星をテーマに、紫の車体で、扉が水色に塗られている。フラワー2000から3については、三木鉄道時代のまま白地に、赤帯、車体裾を青色としているが、 車両を検査に合わせ2012年2月でこの都色での運行を終了し、同年3月20日からは、おの市の手芸、ひまわりをテーマに、緑の車体で、扉が、黄緑、火災種のマスコット、ネッピーを配したデザインとなっている。ワンマン運転に対応した構造になっている。座席は、フラワー2000から1.3は、セミクロスシートで、フラワー2000から2は、ロングシートである。 車内にトイレは設置されていないが、上降口付近には、優先席と車椅子スペースが設けられている。ワンマン運転に対応するため運転室付近に、運賃箱、整理券発行機、運賃表示機を設置している。以前は、北条線から JR 西日本加古川線と神戸、電鉄青線への乗り継ぎ利用客のため、青駅の乗車駅証明書発行機も備えられて、 いたが、車両検査に合わせ現在は撤去されている。運用は、近隣高校に合わせて運用されているため、夏休み、冬休みなど、主に長期休業中以外の朝は2両で運用されている。このため朝に2両運用がある日は毎日使用される、車両が変わる。なお、近隣高校等が長期休業中の期間は、 車両が1から3日単位で変わっている。段数の違う。フラワー1985型との並結のため、変速2段からの起動が可能。旧三木鉄道の車両、北上鉄道に搬出。神戸新聞。2008年12月11日閲覧。旧三木鉄道の車両、原外ソーラストラン火災、北上鉄道で7日、兵庫。 毎日 JP2012 年2月4日閲覧。北条鉄道公式サイト。2月5日は、三木鉄道からさよなら運転、小猿駅長出勤。2012年2月4日閲覧。北条鉄道公式サイト。北条鉄道2000から3号新デザインのお披露目と出発式について。2012年3月22日閲覧。 北上鉄道フラワ2000の参画新塗装に railf.jp2012 年3月22日閲覧ありがとうございます。